ヒルという人は葉っぱをすりつぶして葉緑体を含む抽出液を作りました。そしてこれに光を当てました。その時、抽出液に周酸鉄酸のように還元されやすい物質、電子を受け取りやすい物質を加えておくと、二酸化炭素がなくても酸素が発生することを発見しました。 二酸化炭素がなくても酸素が発生したのですから、光合成で発生する酸素の由来は二酸化炭素ではないことがわかります。だって、例えば、君が学校をお休みした時に教室に発生したゴミは、そのゴミは君が捨てたものではないとわかるよね。君はその日、教室にいなかったんだから。同じように、二酸化炭素がないのに酸素が発生したってことは、 その酸素は二酸化炭素由来ではないよね。皆さんはもう知ってるかもしれませんが、光合成において発生する酸素の由来は水ですよね。水が分解して酸素が発生します。さて、中酸鉄酸という物質は聞き慣れない物質ですね。これは何のために加えたのでしょうか実は、このスライドには葉緑体なんて書いてあるけど、 実際、ヒルが実験した時は、葉緑体を包む膜が壊れてしまっていたんだ。葉っぱをすりつぶした時に。従って、NADP プラスなどの物質が周囲の溶液に拡散して失われてしまい、周酸鉄3のような代わりに電子を受け取ってくれるものがないと酸素が発生しなかったんだ。ちょっと詳しく見ていこう。外側の膜が壊れてしまった葉緑体も、 中に入っていたチラコイド膜は無事でした。チラコイド膜に光が当たると普通は電子が流れて水が分解され酸素が発生します。チラコイド膜において電子がスムーズに流れるのは高化学系1から電子が NADP プラスに渡されるからです。高化学系1から NADP プラスに電子が渡され 高化学系2から1へ電子が流れ、そして水から電子が引き抜かれて水が分解し酸素が発生します。もし NADP プラスが周囲になければ電子はうまく流れず水の分解も起きません。椅子取りゲームをイメージするとわかりやすい。埋まっている椅子に走ってかけていく人はいないでしょ 高化学系1の椅子が埋まっていれば、高化学系2から1へ電子は走っていかない。高化学系2の椅子が開かなければ、水から高化学系2に電子は流れない。水は分解されず、酸素は発生しない。だけど、周酸鉄3のような電子を受け取ってくれるものが他にあれば、そこへ向かって電子が流れることができるので、 水の分解が起こり、酸素が発生するんだ。ヒルが行った実験では、周酸鉄酸のような、電子を受け取ってくれる物質があったから、NADP プラスがないのにもかかわらず、酸素が発生したんだね。では、もし葉緑体が壊れていなければ、葉緑体が無事であれば、二酸化炭素がなくても、酸素の発生は活発に起こるのでしょうか 実はそうは考えられていません。二酸化炭素がなければカルビン・ベンソン回路が停止します。すると NADPH が NADP プラスに戻れなくなり、やはり NADP プラスが不足していきます。すると電子はうまく流れず、酸素の発生は活発には起きないと考えることができます。ちなみに、 今回見てきたような、葉緑体が光エネルギーによって、電子受容体を還元し、同時に酸素を発生する反応を、昼反応と言います。では、お疲れ様でした。もう一回復習してみてください。